んこんにちは、ドラム講師のマリニャン亮太です。本日は質問をいただきました。ドラムって何を練習すればいいんですか？できないことが多すぎて何から手をつけていいのか分かりません。個人練習に入っても練習時間を無駄にしてしまいますっていうことなんですけど、これは本当にねよくある悩みかなとは思いますかね。その、まあ、最近ではねこう YouTube でドラムのレッスンってこう調べても、まあ、レッスン動画がもう本当に山のように出てくるし、まあ、Twitter とかインスタとか見ててももうこっちが調べもしてないのにもうタイムラインでレッスン動画とか流れてきたりとか、まあ、ドラムの情報が流れてくる。なので、まあ、情報が多すぎてこの情報の中から何を練習したらこう自分はドラムが上手くなるんかとかっていうことを感じるっていうのもあるし、まあこうねドラム初めて、まあ、1年2年経ったりとか、まあ、10年目でもいいですけど、まあ、こう立った時に、まあ、ある日ふとねこう自分は全然成長してないんじゃないかとねこう思う時が来たりとかすることもあるんですけど、まあ、その時にねこのふとこうドラムって一体何を練習したらいいんやろうとねこう思う時っていうのも、まあ、来たりとかすると思うんですけど、まあ、なぜそんな状況になるかというと、まあ、原因はね2つかなと思いますかね。で、一つは、目標が漠然としすぎているっていうことが、まあ、原因の一つかなと思いますかね。目標が漠然としている状態っていうのは、ドラム上手くなりたいって思ってるっていう状態ですよね。ドラム上手くなりたいっていう漠然とした目標なので、だからそこに上手くなるための道のりが見えてこないんですよね。そこに行くまでには、どういうルートで行ったらいいのか、電車で行けるのか、自転車で行くのか、近道はないのかとか、なんかこう、いろんなルートが見えてくるんですけど、目標がない状態だと、そのルートが探しようがないんですよね。上手くなりたいっていうか、大きな、ま、漠然とした目標じゃなくて、具体的なね、例えばこの曲叩けるようになりたい。この曲叩けるようになるためには、早い8ビートを叩けるようにならなくてはいけない。早い8ビートを叩けるようになるためには、右手が早く動かせる必要があると。右手が早く動かすためには、アップダウン奏法が必要だと。アップダウン奏法をやるには、どういう練習をしたらいいのかなと思ってアップダウン奏法を検索したりとか、右手がなかなかスピードが上がらないとか、思った時に右手のスピードを上げる練習をしたりとか、その曲の中でタカタカが出てきた時にタカタカをやる時に左手がなかなかうまく動かないなと思った時に左手ってどういう風な練習方法があるんだろうっていう目標がはっきりしていくと、そこに到達するためになんか苦手なことがいろいろ見えてくるので、それを解決するためにいろんなルートを探したりするんですよね。まずは目標をはっきりと定めるっていうことが大事になってくると思います。で、もう一つは、練習することが目的となっちゃってるっていうことも、原因の一つかなと思いますかね。例えば、1日30分練習するっていうのを決めてる人は、まあ、多いと思うんですけど、1日30分練習することが目標になっちゃうと、なかなか上達しにくいんですよね、これってね。で、なぜかというと、まあ、さっきの話じゃないですけど、何か目標があって、それに到達するための1日30分練習なんですよね。ここに到達するために別の方法があるんであれば、1日30分練習しなくていいんですよね。1日30分、練習するっていう目標になっちゃうと、よし、じゃあ今日も朝早く起きて1日30分練習するぞ。よっしゃ、練習した。よっしゃ、今日もよく頑張ったってなると、これ作業なんですよね。練習じゃなくて。練習じゃなくて、1日のタスクをこなす作業になっちゃうので、目標を達成し続けることが大事だったりするので、目標をしっかりと決めるっていうことが、大事になってくると思いますかね。で、これはもう本当にね、もう細かい、もうどんなちっちゃなことでもいいので、例えば BPM を、100BPM でタカ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 がいけたら、105で次は叩けるようにね、するとかでもいいし、この左手の感覚が、まあ、昨日よりもちょっと早く動くようになったなっていう、なんかこう成長を実感することが、ドラムの上達には欠かせないので、で、まあ、今回のね、この質問の内容なんですけど、できないことが多すぎて何から手をつけていいのかわからないっていうことなんで、できないことをリストアップしてみてください。紙に書いて。で、一体自分に何が足りてないかっていうのをリストアップして、で、順位をね、つけていってください。こう最もこれできるようになりたいやつとか、まあ、今は別にね、できる必要はないな。例えば、右手を早く動かせるようにするっていうのが、まあ、1位やとして、ジャズの4ビートを叩けるようにするっていうのが、まあ、10位みたいなね。なんかそんな感じで、なんか必要なものを上位に持ってって、で、それを解決するための練習方法を検索してみたりとか、まあ、教則本買ってみたりとか、なんかそんな感じで、まずは目標を作って、で、そこに到達するまでの道のり
っていうのをしっかりと見つけるっていうのが大事になってくると思うので、一旦自分と向き合ってね、自分の目標は何かというのをね、すごく簡単なことでもいいし細かいことでもいいと思うのでやってみてください。まあ、練習時間を無駄にしないやり方っていうのはちょっとまた別の動画でお知らせしたいなとも思うので、またそちらもね楽しみにしてみてください。はい、そんな感じで、本日もありがとうございました。さよなら。